こじゃけさん何見てるの？興味津々だ。はい、どうも、ラギです。本日も、スプラトゥーンのヒーローモードやっていきたいと思うんですけども、今回、地点が分岐してまして、左のルートと右のルートがあります。で、調べてみたところ、こっちが左、サイト4。で、こっちがサイト5って書いてあるの。まあ、順当に行くと、4なので、俺は5に行こうかなと思います。ちょっと待って。ちょっとなんだい？ちょっと待って。いや、なんだい？それは見てる人に悪いんじゃないかな。これ今誰が喋ってるんだい？今？視聴者だよ。視聴者が言ってんだよ。じゃあこっちか。ごめんなさい、視聴者。本当は5に行こうとしてました。4の方から攻めていこうかなと思います。次は広いのかな。4と5どっちかいけるってことはさ、そんな大したことはないと思うんだ。ボスもいる気がしないんだよね。はい、よろしくお願いします。なんか戦艦あるぞ。右側に船みたいな。潜水艦か。待って、敵いるやん。ボスいるやん、今回。ボスやん、あれ絶対。うげえ。全部とりあえずケバケバ直していきましょう。一応ね、9500あるからね。俺には。イクラがたくさんあるからね。ケバケバ直していくんだけど。はい、なんか、ディスクゲット。お、こっちにもある？はい、ありがとうございます。はい、イクラちゃんゲット。800円高いね。なんかありそうだな。お、カードパック嬉しい。これはそう。あ、こっちに行くんだ。あ、まあ、ケバケバのせいでいけないね。ケバケバ一回壊しとこう。あの戦艦は結局何なんだろうな。100円。道できんのかね。あ、煮干しやった。100円で煮干しなんて。これ4個集めないとクイックボムとか手に入らないみたいなので。で、まず壊していこう。OK、この戦艦ヤマトみたいなのは、綺麗にしとく。気になったんじゃない？ちょっと夜間から行きましょうか。はい。なんかワイパーっぽかったよ、今。ここのステージ。ワイパーっぽいぞ。はい、よろしくお願いします。ジムワイパー。今回ジムワイパーですね。はい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。動画撮れてんのかな？さすがに。さすがに撮れてるよね。大丈夫だよね。あ、大丈夫だと思う。なんか時々、この間動画壊れたんですよ。この間。まだ今は多分大丈夫。ジムワイパー、オッケー。なんか道が開いた瞬間敵が出てくるタイプか。なんか、怖いな。急に出てきて。おー、強い！一発で倒した。アーマーはいただく。ジム、ワイパー、オッケー。普通のワイパーとは違うよ、これ、確か。今度こっち。金もこっち。これも近くでやった方が壊せるんで、オッケーオッケーオッケー、いいね。普通のワイパーより少しね、重いんですよ。でも威力があって。なんかサーモンランで使ったことだけあるんだよ。まだね、あれでは使ったことない。ガチマッチとか縄張りでは、やったことがないです。ちなみにまだガチマッチヒーローモードが終わってないのでやってないです。早くこれやらないと。終わらせたいんだ、俺は。あ、てかこれ塗るの大変じゃね？これ、ここから左行くんでしょ？あ、いけた。で、正面なんか、おぉおぉ！OK！ あ、塗って。はい。これを上から落としてからのダブル攻撃、オッケー！貫通しました。左の道を選択しよう。左と右がある。お、正解じゃね？これ右だったらどうな、ちょ、気になるな。気になるな。これもし右行ってたら何があるんだ？敵か？あっ、外れだ！これあれ、お笑いのさ、バラエティ番組とかであるよね。右か左か選択して、間違えたら泥船に、ボーンみたいな。泥船？落とし穴はまっちゃうやつ。はい、OK です。下だった！危ねえ！
はい、スーパーサイジンブルーになってから。なんかタコゼネス出てきたんだけど。え、今作初なんだよ、タコゼネス。ケバケバタコゼネスじゃね？こっち、オッケー！あ、終わりだ。意外とジムワイパー強しですね。はい、ありがとうございました。え、待って、でもタコゼネスね、今回初めて見たので少し今感動してます。出てくるんだ。今まで普通のなんか、ウイナーみたいなタコしか出てこなかったのに。タコゾレスというね、イカっぽいやつ出てくるからな。まあ、タコなんですけど。はい、ありがとうございました。あ、アオリちゃん。どうした？いくらくれるの？嬉しい。ありがとう。くれたのかな？あ、やった、置物ゲット。ナイス。ここら辺なんか、ないかな？ないか。じゃあ、また、あーあーミスーごめんなんか、そこ抜けたそこ抜けた。あ、ここ金網だったんだ。気づかなかったよ。ずるいな。やらしいな。で、こっち行く？うわ、夜間2個もある。これ俺にやれって言ってるのもんだぞ。やっちゃおうかな。1400。とりあえず壊して。うわ、長い。オッケー。エイジャもやるか。え、ここすごいんだけど、ケバケバ。これ全部やらなきゃいけないの？今作多いぞ。今作って今回めちゃくちゃ多いぞ。もうまったりやろう。まったりやっちゃおう。よろしくお願いします。おすすめがアルブラスターなので、アルブラスターで行きましょう。待って、的壊すやつじゃね？だよね。的を壊してゴールだって。つまり、一個でも外したら、俺は、やられてしまうんだ。一個も外せないやつですね。どっちかっていうと、苦手かもしれない。得意かもだけど、苦手かもしれない。オッケー。他に取らなきゃいけないものってどれだ？あの的か。オッケー、的壊した。なんか、電車ある、電車。左、右、オッケー。全然余裕。正面にも行かるぞ。ただ、あと何個壊していいのかわからん。オッケー、壊した。右側、移りまーす。なんかお台場にあるモノレールみたい、ゆりかぼめみたいですね。なんか、風景が似てる。お台場の行く、無人列車にすごい似てます。あ、今度右移動だ。右移動したり、打ったり、ちょっと忙しいですね、今回の。ただ、まだ俺はいけますね。はい、右行きます。オッケー。じゃ、レール乗り換えしまーす。視界乗り換えて。もう正面。ほら、間狙えばいいんじゃない？一発で仕留める。オッケー。うわ、この列車なんか、脱線してない？脱輪か。脱輪してるぞ。あ、待って、あ、待って、あ、怖い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 。普通に難しいよ。だからこれ失敗したらね、ずっと乗ってなきゃいけないからね、またやり直すの結構大変なのでね。うい、うい。失敗はできない。一度も失敗できない。よし、サンゴナイスって言われてます。ありがとうございます。やっぱ上手いんじゃない俺。ヒーローモードも、うわ急に、ちょっと急に出てきた。びっくりした。気抜いてた今。気抜いてたよ。ヒロチン怖い。クライマックスなんか、ジェットコースターみたい。あ、右にもいる。何これ邪魔だな、この柱。お客、正面に見えるのは、ただ三つの的です。イエーイ！意外と簡単だったな、ね。そんなに難しいわけでもなかったな。ありがとうございました。武器も良かったね。うん。普通にいいですね。ありがとうございました。よし。よしよし。次、隣の夜間かな。お、こちゃけちゃんが何か見つけた。降りなきゃいけないのかい。ここにあんのか？何があんだ？ん？もしかして上か？上なのか？これ？あ、これなんだ。登れないから。体で示してくれた。オッケー。とりあえず、いいんじゃないか？目の前のやつ。あ、待って、もじゃもじゃやらなきゃ。もじゃインク。あー、入らない。もじゃインク難しい。モジャインコッケ。はい、で、次は、これ。あー、こっちにも夜間ある。クリアしなきゃ。どうした？
どうしたどうした、どこにあんの、ここ、あ、ほんとだ、さすが、いくらゲットしたよ、さすがだよ。ちょっと夜間行きまーす。ヘビーブロックを使ってゴールしようって書いてあった。まあ、倒さずゴール目指せばいいってことかな。よろしくお願いいたします。あ、ボルドマーカーじゃん。ボルド使ってこう。ヘビーブロック。これだね。猫マリオ。ニンテンドーさんが好きそうな。ヘビーブロック。もう今回ボルドめちゃくちゃ塗りやすいな。ちょっと遠いから小ジャケかな。あ、こっち？あれ？どうすればいいのこれ。これむずくね？これむずくね？おじゃけね、これ飛んで落ちてったけど。え、俺これ届かないんだけど、どうすればいいんですか？もしかしてこれ？関係ないか。え、なにこれどうするの？ね、こじゃけ持ってきて。これ、え、ま、マジでいけないんだけど。ずっと攻撃しなきゃいけないんだ。なるほど。こじゃけもっと頑張れよ。あれで終わりかと思っちゃったじゃん。もっと頑張れよ。もう。何やってんだあいつは。攻撃力が足らんよ。攻撃力が。おい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 。おいおい。やばいやばいやばい。なんか色おかしくね、この、こいつら。色おかしい、色おかしい。で？なにこっちでいいのか。はい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 。で、小便いけるかな。小ジャケ投げて。今回小ジャケとちゃんと協力しないといけないですね。ナイス小ジャケ。ありがとう。小ジャケさんが、なかなか有能なので。おんぶに抱っこでちょっと、頼りにしすぎてる感はあるんですけど。射程が短いのになんでボールドマーカーは、おすすめなんだ？この武器が。おすすめされてたんだ。なんだ？うい、あ、もう最終チェックポイント。はい。こじゃけ、行くぞ。はい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。あ、待って、こっちも普通に行けるやん。こじゃけ。あー、こじゃけー、なんで撃つのやめちゃったの、今。いや、なんでやめちゃったの。ご主人様が見る、奈落に落ちてったよ。ご主人様落ちたよ。待って、次も気をつけないと。はい。ご主人様に、優しくしてね。で、最後奥。最後奥行こう。頑張れ。ガトリングやばい、ガトリングやばい、ガトリングやばい。あ、相手チームのやつなんだ、これ。なるほど、相手チームが、さっき壊した、別に小ジャケが裏切ったわけじゃないんだ。相手チームのガトリングガンか。ごめん、疑った。俺、あいつを疑ってしまった。一瞬でも。許されることではない。信頼関係がもうなくなっただろうな、あの二人で。もう、愛想尽かされたんだろうな。せっかくここまで一緒にいて、仲良くして信頼度を上げてきたのに。今の裏切りの疑いでいきなり、冷められただろうな。もう飼い主嫌いみたいになってなきゃいけない。ほい。あとミステリーファイルある。ナイス、こじゃけ。3。はい、ナイス。はい、ミステリーファイルの続きゲット。なんか A さんでしたね。ケバインクは全部壊せそうだぞ。これ。全部壊せそう。あ、完結線ある。そしてここにね、蓋あります。スイッチをオンにしてゴールしましょう。だって今度スイッチを使うやつみたいです。いやー、結構進んだってか、半分ぐらいまで行ったんじゃないか、このマップ見ると。パブロの方が良くない？北斎がおすすめだ。北斎使います。パブロの方がおすすめだったのに。さあ、スイッチオンにしてやっていきましょう。下かな？下かな？え？あれ？乗り物？ただの穴ぼこ。あ、スイッチってこれのこと？あ、これのこと？はい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 。落ちるわけじゃないのか。はいはい。ごめんなさいね。なんか、間違った。思考で。ごめんなさいね。なんか。はい。スイッチ。タイムスタートだって時間以内にだって。マジ？パブロより北斎の方が簡単な理由って何なんだろう。あ、線が太いからかな。
これ絶対に踏み忘れないように。踏み忘れないように行きましょう。こっち。こっち、オッケー。これ、結構続いてるね。はい。はい。はい。時間ないよ。時間ないよ。あ、終わった。終わりました。終わりました。インク出ない。ナイス。面白かった。普通に。全然面白かった。こういうのいいですね。またやりたいな。楽しい。あと、サイトごと、なんか途中にある島みたいなステージって何なんだろうな。あるだけかな。行く必要ないのかな。はい、石なんかゲット。上行こっか。はい。とりあえずなんかあるわけでもないんですけど、あ、ケバインクはありますね。怖そう。いけ。はい、ミステリーファイルさらにゲット。14だって13もあるのかな、そしたら。ここになんかある？はい、ありがとうございます。ここにもなんかありますね。そして、バルーンがある。青いバルーンも。なんか、青いバルーン難しそうだな。高いとこ登るから。お、どうした？ここ？下？この上かな？この上だったら、回っていこうよ。なんでそこから行くんだよ、小ジャケさん。回っていこうよ。あ、煮干しゲット。よし。ちょっと回っていかね、小ジャケが。教えてくれたので。2000円高っ！まあまあいいでしょう。ここら辺？これのことかな、もしかして。あ、ディスクじゃないっす。小ジャケ置いてみるわ。あ、やっぱこれのことだったんだ。もう知ってたよ。見えてたもん、肉眼で。あ、レール。あ、このレール使って、上行くんだ。なるほど。ほじゃけこれない？ないか。なるほどね。一応ボス行こうと思えば行けるんですけど、まだ、夜間を、4、8、11、12と、全然やれてないですね、夜間。てか12番なの？今回。めちゃくちゃ多くね？めちゃくちゃ多くね今回。えぐいな、量が。一個ずつ、一個ずつクリアしていきましょう。ノーカットだしな。ヒーロー装備行こう。ちょっとだけ強化したの分かった？みんな、ヒーロー装備とか。ヒーローアーマーとかもね、回復しやすいようになってるんだけど。なに、押し出されないようにゴール。当たるなってことか、これに。はいはいはい。ボーリングのために当たるなってことは、ボーリングのピンにはなるなよってことですね。はい、大丈夫です。避けて、こんなのね、ちょろく避けていきましょう。はい、豚の鼻の穴みたいな穴だぞ。このボーリングの。てか、ボーリング自体で俺思ってた。豚の鼻に似てるなと。はい。この道取ればいいじゃないですか。お、ちょろい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 。ちょろいぞ。あー、危ない。スーパー着地溜まった。今回スーパー着地も使えるのか。はい、チェックポイント。おー、これ正面行けば。おー、危ない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 。危ない危ない危ない。いけるけど。まあ、無視はできるので、無視していきましょう。すべて無視。何でもかんでも無視をする。罪な男。オッケー。無視は良くないよ。無視は本当に人を傷つけますからね。LINE の既読無視とかね。俺多分よくしがちなんですけど。もう見たら見たで。おー、危ない！やられる。危ない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 。LINE とか全然つけない上に見たら見たで返さないっていう。よくやるんですけど。まあ別に悪気はないのに、悪いとは思ってないのに、世間一般からしたら悪いっぽいです。ありがとうございました。終わりました。昔なぁ、メールとかは既読とかつかなかったんだけどな。LINE になってから急に見たかどうか確認されるんだよな。昔は気軽にメール開けたな。よし、ありがとうございました。お、ケバケバまだあるね。足りるのかな、俺。これ。余裕で足りるかな。あ、下にもある。これもうクリアして頑張っていきましょう。的すべて壊すやつだ。スパッタリーがいいのかな。スクイク持ったけど。
うわ、スパッタリだ。スクイークでもいいと思うんだけどね。全部壊していこう。的壊し。最終チェック、もう最後だ。どうやって的出てくんの？正面に的が出てきたよ。あれのこと？うわー！え、そういうこと？落ちる前に壊せってこと？あ、落ちる感じではないね。あらら、一個ずつ飛んでくんだけど。なにこれ？射程短いけど大丈夫これ？左に。はい。今度は？右に。はい、犬みたいにあしらわれてます。ワン！ワン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 ！ワン！左！ワン！なんかバレーボールでもあるな、これ。似てるな。あ！これはね、これはね、強いですよ、これ。あ、やばい。やばい、いっちゃ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 、待って、いっちゃ。あーあー、あーあー、ああってそういう感じで転がっていくのか。待って、わからなかった。おい、今の転がり方知らないよ。くそ。悔しいな、今の。めっちゃ悔しいな。ワン！とりあえずここで待つしかないな。来る場所分かった。ワン！そして、うちの猫ちゃんも、こういうの好きなので、投げたら、取ってきはしないんですけど、投げた方向には行くんですよ。なんか遊ぼうと思ってボールとかピンポン玉投げるとね、そっちの方行くんですよね。右。スパッタリ射程短くないかな？左。やばい。ちょっと待って、やばい。やばい。ちょっとやっちゃった。やばい、やばい、次で終わる。もう次で終わる。やばい、やっちゃった。気抜いた。ごめん、みんな気抜いた。くそ、これ一番難しい。ちょっと、ちゃんと塗っとくね。ちゃんと塗っとくわ。危ない。ノーバウンドでいかないとやばい、これ。危ない。これ、難しいだろう、絶対。あ、左だった。危ない。次、右。オッケー。集中するわ。喋らん。ごめん、猫とか犬の下りとかもう終わり。もう集中する、次左だろ。ああ、オッケー。で、正面でっかいの来るよ。これ、どこまで、空間把握が。こうか。やばい。行くな。よし。危ない。あ、まずい。2個来た。2個来た。危ない、オッケー。あと8個。集中して、三つ。オッケー、おら。俺、野球と一緒。フライ取る感じ。野球と一緒。野球が上手くなる、これ。やべ、ここ、一気に来るよ。俺、野球でもこんな来ないよ。うん、左。はい。ラスト。オーライ。オッケー。ちょっと2回もエラーしちゃった。守備率が下がっちゃった。これね、意外と難しかったです。射程が短かったからかな。何これ、こんなのあるんやね。まあ、でも面白いですね。みんなも苦戦してるのかな。一発でいけたんかな。一発でいけたすごいわ。普通に失敗したもんな。あれ？あ、これ。これ壊したい。よし、まずは目の前にアカンから行きましょう。跳ねるものに気をつけてって書いてある。これもゴールするやつかな？ゴールを目指してやっていきたいと思います。おすすめ。はい。今回は、跳ねるものに気をつけてなので、これか跳ねるものって。なんかバケツみたいなインクの飛ばし方してきたね。ほら。バケツダコ。バケタコ？バケットタコッシャーかな？勝手に名前つけると、そんな感じなんですかね。まあ、無視もできるので、ある程度無視して、うわ、羽物すごいな。羽物だ、羽物。ああ、羽物すごい。
当たんない。全然当たんない。あの、マリオで言う、羽、のこのこと、羽くり棒とかです。似てるな。ちょっと 3D マリオに似てきたな。スプラトゥーン。ちょっと似てきたけど、でもスプラトゥーンはスプラトゥーンの楽しさがあります。一応スーパー着地も残ってるので、どっかで使っていきたい。上から来てる。いやー、これ上見るの、あれだ。あー、こっちだけごめん、行っちゃうの、どっか行っちゃうの。とりあえず行きましょう。はい、アーマー取って最終地点。一応スーパー着地残ってるので。いや、いるね。一応ここで使うかも。使ったけど、あ、まだ、待って、まだなんかいる。いっぱい来てるな。1、2、3、4。オッケー、普通に倒したわ。はい、ゴール。ナイス。まだちょろいですね。俺にはまだ響かなかった。さっきの的の方が難しかった。出直してこい。てかこれ、今回ボスあんでしょ？やだ！ボス怖い！ボス怖い！やだ！こっちにもあるよ、夜間。今回夜間めっちゃ残ってるで？待って、これは俺得意なやつなのか？お手本と見比べるやつだ。今書いてあったの見た！昔やったこれ、犬でやったよ！食ワンダー何これ、ボトルガイザー、スロッシャー。ボトルガイザーでいっか。うわぁ、やってこれ。出たー！左のやつに右の木箱を合わせるんだと思います。ね、昔これの犬バージョンがあったんですけど、僕は犬バージョンすごい得意でやってました。で、今回は、これですね。ね、難しいなぁ。いや、難しいな、これ。普通に難しいな。どうなってんだ。ちょっと俺の感覚でやってもいい？まず初見の感覚でやっていい？いくよ。食ワンダー使って、ここ3つが、ポンポンって当てとこう。一回で壊れるわけじゃないんだ。ここなんか尖ってるよね。え？ごめんなさい。終わりました。なに？ダメなんだ。尖ってるとこは壊しちゃダメなんだじゃん。とりあえずここ壊して、で、もうこれ以上壊しちゃいけない？上は壊していいな。なんか上一応ね、あ、待って、壊れちゃう。危ない。いや、危ない。なんか真ん中ら辺がさ、これ食ワンダーついていい？オッケー。真ん中がさ、なんか、おできみたいなのができてるから、そこだけ残して、ど真ん中かな。あ、違う、ここだったな、ここの真ん中か。ごめーん、おできやっちゃった、おでき壊しちゃった。あー、難しい。もうなんでこんな難しいの？なんでこんな難しいの？おできの場所だけ確認しよう。ここだね。ごめんなさい、おでき以外壊します。おできだけ。おできだけ残す。いや、もう壊しちゃいけないとこだったんでしょうね。このど真ん中ですね。はい、オッケー。一応ここは、直って。あとは？え、どうなってんの？ここも、一回下降りるね。下は、これないんだよ。ないけど、お出っ張ってるとこ。ここ以外は、壊していいっぽいな。うん、ここ以外は。慎重に行こう、慎重に。はい。OK ですね。で、多分逆側も、何個目？これ4個目か。1、2、3、4。いや、むずい。ちょっと待って、逆むずいな。いや、後ろから行くか。後ろどうなってんだよ、これ。どうなってんだよ。なにこれ？イルカみたいな形してるけど、イルカなのかな？先端2個が口っぽいんですけど、口残すか。こういうことか。うん、こういうことだな。で？口以外は、壊して平気？ちょ、一回ちゃんと見よっか。口以外は壊して、いや、これむずいね。これで一回進む。オッケー。口以外はじゃあ壊して。で、次真ん中の口以外は、あと下か、下以外は壊してるっちゃ壊してるな。
ここ。ここ壊してる。はい。ここ壊してますね。で、一応ここ凹んでるんよ、ここ。逆側も、凹んでる。OK。みんなのが早そう。で、次あそこ壊しちゃいけないのかな。違う、壊してるな、一個。ここぐらいならいける。こっちもいける。次もいけるかな。いけた。あ、で、ここを、おでき壊さないように、下の方か、1、2、3、4、5番目。1、2、3、4、5番目、ここ以外か。一応壊せる。待って、怖い。待って、これどうしよう。怖いな、これ。怖いな。待ってね。待って、後ろ合ってんのか、これ、まず。そもそも。これ壊せるよね。え、壊せるよね。え、怖すぎ、ここまでやったのにさ、終わったらさ、時間の無駄じゃん。元も子もないじゃん。いけたわ。で、1、2。え、ちょっと待って、わかんなくなってきた。え、わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃった。やばい、これ職バンダーついたせいで壊れちゃう。危ない、危ない、危ない、危ない。もう職バンダーで乗れないよ。本当に気をつけて、俺。本当に気をつけて。あ、この列の、下を壊しちゃいけないんだ。一番下だけ。残そう。待って、最終的にまた分かんなくなった。真ん中、真ん中だよね。これ本当真ん中だよね。ここ。うぃー。あ、完成だって、やったー。いや、マジでむずい、ほんとにむずい。え、すんません、ほんとに。ありがとうございました。ちょっと、職場だ。職場だけど、行け。職場だ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。あー、よかった。ありがとうございました。普通に難しかった。慣れるまではね、大変ですね。完成したの見れるって。見たい。イルカだよね、やっぱこれ。あ、やっぱイルカだ。イルカだったんだ。でもちょっと危なかった、あの職ワンダー使った場所。結構危なかったぞ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。職ワンダーまだ慣れてない。よし。引き算とは美しさの足し算である。これはあれか？引き算と引き算をかけたら足し算になるってことか。ちょっと難しいよね。小学生からしたら難しいよね。いつかね、数学か算数で習うんだけど、マイナスとマイナスをかけると、プラスになるの。意味がわからんでしょ？俺もわかりません。数学はね、得意じゃなかったんですけど、好きでした。いろいろ、なんだかんだいろいろゲットしてる。よっ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 。はい。500円かけて。よっしゃー。こっちもやっとくか。あ、また煮干しゲット。よし、今日かこれでできるぞ。ちょっと壊したのにケバケバになっちゃった。ちょっと、早まった。早まったよ、今。あー、ここからか。なるほど、全部なくなるまでいっちゃいけないんだな。ちなみに、あとステージどんくらい残ってんだ ?2、3、4、5、6、7。7と1はありそうですね、あとね。まだやってないとこというと、とりあえずケバケバインクは壊しておきたいんですけど、OK ですね。これやってないじゃん。これ。これ。これやってない。これ的壊すって書いてあるぞ。壊すか。的。お、スクイクじゃないですか、今度。はい、よろしくお願いします。的って何の的だろう？どれのことの？あ、これか。あ、待って、×って書いてある。これは当てちゃいけないタイプだな。違う的に当てちゃいけないんだね。あ、こっちか。はい。2個。はい。はい。これダメ。これ OK。はい、OK。あ、完璧ですね。
スクイグ完璧です。次。はい。ふう。ふう。人数が足りん。はい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 。真ん中だけ、危険。あ、オッケー。やっぱ、スクイグは、簡単だ。楽しい。おぉ、勝手に動く。おぉ、怖い。おぉ、動く。オッケー、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 オッケー。なんだかんだ簡単だ。次。もっと難しいの来ていいぞ。どこだ？めっちゃ動いてる。うん。オッケー。タイミングだったね。あ、終わった。イエーイ。ありがとうございました。なんだかんだ、難しいのかな？意外と。意外と。苦戦はしなかった。俺、どっちかというと、転がってくる。的をスパッタリで倒そうか苦戦したからな。さあ。夜間もあと1、2個なんじゃないか？まだ残ってんのかな？よし。こっちにも夜間あるしね。今度ゴールするやつです。ゴール目指して頑張りましょう。なんじゃ？これなんじゃ？おすすめザップだ！初めてじゃない？ザップ来るの。よっしゃ、行くぞ。足元って俺ずっと言うんだけど、足場って書いてあるよ。足場に気をつけて。なるほどな。もつれるなってことか。このミサイルに当たらないように。ミサイル怖くね、これ。顔がいかついに顔が。あ、乗れ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 。あ、OK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 。乗るという思考になった。で、こっち上行くんだな。はい。で、このミサイルまた乗ると。足場気をつけるぞ、足場。足場。よしよし。あ、これ飛び移んじゃないか？ここでも上がるのか。こ、オッケーオッケーオッケー、足場気をつけて。よし、撃たれないように。よし、乗り換えた、乗り換えた、乗り換え安全。おー、近い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 。こっちか。オッケー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 。あ、こっちこっちこっち。よし、アーマーゲット。アーマーゲットしてきて、これ落ちたらなくなっちゃうからな。これ何ぐるぐる回るの？待って、これぶつかるから、飛び移んなきゃいけないんじゃないか？え、大丈夫？大丈夫これ。あ、オッケー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 、大丈夫大丈夫。一旦降りて、あー、また乗るんだ。来てる？あ、来てない。あ、スイッチがある。あ、ここで持ってくるんだ。なるほどね。あ、来い。よし。なんか、賢い。ひらめきがいい。こういうことねって気づくから。最終チェック。もう来たよ、最終チェック。まあこれ乗るんでしょうね、当然に。で、どうするんだ？右からミサイルが、おーっと曲がって旋回してきた！びっくりした。めっちゃ狙われてるやん。いたぞ、いたぞ、危ない危ない危ない。まず来てる。来てる、オッケー。次も来るよ。まあ、できれば壊したい。自分のとこだけ。できれば自分のとこだけ壊したい。アテンションプリーズ、陶器は間もなくゴールに到着いたします。CA。CA、アオリちゃん、ホタルちゃん。キャビンアテンダント。はい、これ最後取って。はい。ありがとうございました。ほとんどの夜間クリアしたんじゃないかな。もう一回確認してみていいですか？ちょっと見てみましょう。いや、長いね、でもね。ヒーローモードね。普通に長いよね。オフラインでこんだけ長い時間遊べるのもいいですよね。1がまだだな。あれ ?2、3、4、5、6、7、8。あれ？もう一個。もう一個あんだ、1が。とりあえず。とりあえず壊してみましょう。はい、ナイスです。これも打っとこう。あ、あと、あれやりたいね、あれやりたいっす。あ、ここにあんじゃん。夜間。これ使うか。これやりましょう。なんか、今日、あれって言っちゃうわ。さっきのあれね。また言っちゃった。バルーンね。バルーン。青いバルーンも、やっていかなきゃだから。さあ、ヒーロー装備。よろしくお願いします。
プロペラリフトを使ってゴールしましょう。ちょっと難しそうだな、プロペラリフトの方が。撃たれた。これはゴールを目指すので、倒さなくても別にいいと思うので、ここはスルーでいっちゃおうかな。プロペラリフト。で、正面。正面行きます。おーっと、危ない。飛び移りましょう。オッケー。ここ塗るのかな？オッケーオッケーオッケー。ひらめきがいい、今日。初見でやるステージなのにね。ひらめきがいいですね。こっちか。はい、正面に出てきて。待って、向こう行くのか？こっちか？あ、待って、何も道、あ、あったあった！道あったよ！道あった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 よ！ねえ。あそこだよね、多分ね。見ちゃったよ。あ、待って、逆に上か？あれ違う、こっちか。あ、これだったんだ。あ、こっから行くんだ。普通にショートカットしようとしてたよ。よっ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 。さあ、最終地点にもうすでになりましたと。プロペラ使って、プロペラで移動して。これはそういう感じか。行き過ぎは良くないってことか。調整しなきゃね。はい、オッケーです。オッケー。で、これ飛び移って、プロペラ使って、飛び移り、飛び移り使って、あっちを下ろして、ここ最後にスーパー着地をかましていきましょい。倒せない。完璧。完璧、オッケー。ナイスでした。今回マジでステージ多いな。本当に。一時間近くやんの、パート1の時以来だから。しゃあ、行っかぜ。ようこそ世界が愛したベイエリアへ。ベイっていうことは、横浜っぽいな、なんか。横浜ベイサイドとか言うもんな。横浜住んでる人ならわかるんすよ。さあ、ケバインクと、あとボスだけなんじゃないか、もう。もうほぼないんじゃないかなって俺思ってるよ。とりあえずケバインクがあるので。はい。クリアしとくか。これやっといて。お、置物じゃん！ありがとう！ナイス！で、まあ、一緒に散歩して、ここら辺に落ちてるものがないか確認しながら。よし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 、いいぞ。どこだ？ここか。サンキュー。他にも一緒に歩いていこう。歩いて行こう。歩いて行こう。歩いて行こう。何にもない。何にもない。お酒が反応しないもん。よし、じゃあこれだ。まずこれだ。はい、ナイスです。お、上にあるのか？上何もできないぞ。お酒ちゃん？あ、それか！それまだ出してないやつだ。お、ディスクナイス！ BGM よ。ケバケバやっといて。置物ですね。いいですね。お、ちょうちん、ちょうちん。ちょうちんかわいい。レール乗ってこれどこまで行くんだ？もうケバなくね？で、ケバもさ、あ、夜間あんじゃん。最後に夜間あるぞ。見つけてしまった。あ、これ乗れない。こっちからか。発見した。夜間。夜間を発見。オッケー。待って、ソイチューバーなんですけど。久々見たんですけど、ソイチューバー。スプラトゥーン3で初めて見たんですけど。一時期流行ってたよ、これ。ソイチューバー。できるんだ、これ。まだできるんだ。ソイチューバーだけチャージしながらくるくる。これできるんだね、まだ。え、なんて書いてあった？てか、なんて書いてあった？ゴールしようって。いや、痛い！全部倒さなきゃいけないのかな？スナイパー。とりあえずこれ壊して、アーマーですね。ほい、チャージキープからの攻撃。やっぱ全部倒すのかな？全部なんか逃げちゃダメっぽいな。これキープして、キープした状態で。うい、オッケー。しっかりチャージキープ使えってことですね。チャージキープ。インクリルのチャージキープして。キープして。
たまんない。たまった。やっとたまった。オッケー。これね、大変ですからね。てか、この提灯を置物でゲットしたんだ。もう最終だよ。早いよ。なるほど。こういうことか。まーずい。しかしこれはチャージキープを安全なとこでしてから攻撃すると、なんと倒せるのです。あ、届かない。ごめんね。これ届かないね。さあ、ここ登っていきましょうか。もうさらに上行けるか。これ使えるな。はい。まだいるのか？これですね。さあ、さらに出てきた。なんだこの、タコスネイパーですね。うおーってガトリングガンもいる。いや、あいつは勝った。いや、どうするんだ？どうすればいいんだ？小ジャケもいないし。こっから、チャージキ、いや、もうきついな。普通に強いぞ。まずい。まずい、まずい、まずい、やべ。どう戦ったか、あれ。キープして。やべ。やべ。キープからの、いやーゴリ押し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 攻撃、オッケーオッケー強え。うわ、バリアバリアいるバリアくそくそ、俺と対マンか。くそ、バリアバリア、くそ、一回戻れ。あれは強いかな。スペシャルがどっかにあるはずだ。これか。何？アーマーだと？スペシャルじゃないのか。こっちは？実はなんかウルトラショットとかないの？あらだろう、絶対。アーマーか。チキショー、ゴリ押しか。いや、任せろ。ソイチューバーで戦うの大変だよ。ほら！まずは一発。これを続けてれば一応被弾はなく倒せるのか。ほい。さらに？ほい！いてぇ！さらに？あ、壊してる？え、相手上手くね？相手上手くね？え、相手バリア出てないんだけど。何あれ？あれ、どうすればいいの？あんなんどうやって勝つんだよ！チートだろ、それ！チートだろ！ほら！ほら！ずっとこれ続けたけどな。あー、オッケー、バリア出た。バリア壊した。あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんだったんだ、この倒し方は。なんかちっこい、寄生虫みたいのいたわ。オッケー、そいつは意外と難しかったね。ありがとうございました。小学生のことができんのか、これ。むずいぞ。チャージキープかっこよ。英語で書くと。いや、もうほとんどの夜間クリアした気がする。クライマックスだろうな、そろそろ。もうクライマックスじゃろ？そうじゃろ？これ以上に何かあるのか？ないよな。あとミステリーファイル見つけるだけだ。とりあえず、あれ、またあれって言っちゃった、バルーンを、取ろっか。ミステリーファイルな気がするから。とりあえずバルーン行きましょう。2個あるけど、青い方がなんか物入ってて、こっちはいくらなんだよね。オッケー。よし、バリューンを追って。こっちですね。1、2、3と。もう、ケムクジャラはないので。いけ。こっち。で、ここ落ちないようにしっかり進んで、左と右と。うわ、今度上。いや、これ乗らないといけないか。オッケー、倒した。で、正面。はい。で、今度右、左側です。待って。これ壊せばいける。オッケー。で、今度上に行くんだけど、こっちか。残りは？戻ってきてる。戻ってきてる。よーし、ミステリー。最後の1個か。違う、まだこのステージに1個あるのか。なに、どこにあるんだ。マジ、これ
違う。あ、ケバあるじゃん。こんなところに。気づかなかったよ。ケバケバあり、あったよ。これか？あ、違う、置物だ。マジか、なんか車みたいなのゲットした。マジか。ミステリーマイルどっかにあるみたいですよ、皆さん。これ、しっかり探していかないと。なんか悔しいもんね、一個だけないのね。ボス倒したら手に入るわけでもないし、まだ見てないとこではあるのかしら。ピロピロ。ケバもないよね。え、どこなんだろう。いやー、ないよ。なんもない。なんもないよ。あ。おお！出た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 ！5分ぐらいずっと探してました。あの、カットしないように、しようかなと思ってたんですけど、探しすぎてカットです。マジか。埋まってた！やっぱ埋まってるんで、もう埋まるしかないよな、でも。バルーンないし。すげえわかりづらいわ、これ。めっちゃ掘ったよ。やっとだ。ね、ボスやっといける。ラスボス、ラスボスじゃないけど。ミステリーファイルの方がきつかったよ。おれ！オルタナに封印された、気高き刃。それは、だって。なんだろう、何がいるんだろう。怖いですよ。この間は、撃つ方だったから。今回は、風花かもしれない。風子？風花か。風花ちゃんかもしれないぞ。刃っていうぐらいだからね。サメの歯とか、ぽくない？そこなお方お待ちなはれ。あ、やっぱり！風花だったわ。風花。このお宝になんたらかんたら。そやけどお上品なあんさんにはちょっと似合わな。読めな、読めな、俺、京都弁で喋りたいのに。一元さん、お断りで、どす、男って言っちゃった。うちが礼儀中申し得たる、おいでやす先生。サメ先生だ。って気持ち悪い。サメ使える風花出てきた！ほな、風化すで。サメちゃん来た！サメちゃんと戦うの俺。てかリアルじゃねサメちゃん。サメ使いはわかるけどさ。痛い！ジムワイパー使ってきた！なにその攻撃が早くて避けれないんだけど。早い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 ！どこ攻撃すんのこれ。で、どこ攻撃すんの？あ、来たこっち来る？来るぞ。やばい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 ！尾びれ怖い尾びれ怖い。サメの尾びれめちゃくちゃ怖い。あ、これもしかしてボム入れる感じか？わかったぞ、ボムじゃね？サーモンランのモグラみたいな倒し方するんじゃない？でも普通にダメージ与えられるんだけど、ほら。痛い、ジムワイパー強すぎ？サメちゃん強いよ？まず、避けて。なに、食われる食われる食われる、なに、あれにもボム入れんの？今の挙動おかしすぎるだろ。ジムワイパー！危ねえ！おい、撃つ方より強え！サメちゃん。サメちゃん危ない！自分ワイパー！ワイパーが強いね。さあ、俺のとこか？どっから来る？下か？はい、ボム。あれ？待って、ボムじゃない、小鮭だ。あ、小鮭入れちゃった。あ、でも大丈夫だ、小鮭で。小鮭が、うまいこと、こう、いい感じに。頑張れ！いっぱい撃て、いっぱい撃て。あー！撃ち切れなかった！これ、スーパー着地の方がいいんかな？でも結構ダメージ与えてるからもういけそうだけどね、これ。痛い、ジムワイパー！ジムワイパー強いな、サメの。うわ、避けれない。インク回復で、回復したのが嫌だな。このままダメージを。このダメージ与えたい。下か。え、小鮭、頑張れ。ごめんね、食べさせちゃってる。ごめんね。小鮭には悪いことしてるね。食べさせてるからね。あ、ふくちゃん。ふくちゃんオッケー。ふうかちゃん強いよ。撃つ方より強いよ。ごめん、比べちゃダメなんだろうけど。サメ使いやっぱ強いな。やりよる。やりよる。先生しかもサメ先生っていうのが面白い。先生。サメ先生。いや、この機械みたいな、なんか狭くなってね。気のせい？足場狭くなって、ジムワイパー！次、スーパー着地使っていきたいですね。またジムワイパーだ。
ちょこちょこダメージを与えつつ。なになに、ストリーム、ストリーム、ストリームみたいになってる。空中？うわぁ！空中移動してる。なになにこれ、なにこれ、何してんの？明らかにおかしい。やっぱ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 、レーザーみたいな。口の中入れ。入った？入った。お、スーパージャクシ決めていきましょう。どうだ？どう？どう？どう？ダメ入ってんじゃない？まだか。まだ足りないか。結構ダメ入ってると思ったけどダメか。うれうれうれ。ジムワイパーって、鼻かゆ鼻かゆ。あ、倒した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 。待って、ダメージ食らってるし、鼻かゆ鼻かゆ。オッケー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 。よし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 。ラスト。次倒せれば勝てる。なんやねん、あんた。先生、しっかりしんや。京都の言葉ってなんか、耳残りますよね。先生の本気に見しとくれやす。ちなみに、神奈川県出身、横浜出身でございます。あ、また足場狭くなってる。ジムワイパー強っ！てか、その、なん、いや、危ねえ、避けた、危ねえ、危ねえ、危ねえ、もうやられると思った、絶対やられると思った。いや、ストリーム来た。口の中に、口の中に入れた。これ、攻撃できない。うぅ！まだ2発目は効いてない。3発目も効いてない。で、口の中か。オッケー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 。で、こっち呼んだ時に、着地と一緒に、やっぱ逃げようとしてる。くそー、着地たまんなかった。次だな。てか着地しなくても勝てそうだな、これ。ジムワイパー避けていく。次も来るよ。ジムワイパー避けていく。さあ、オッケー。このままダメージを与えていく。エクストリーム来た。竜巻だ。今度こっちに来るだろう。あれ？あ、来た。こっち、こっちこっちこっち。やばい。やばい。一発避けて、二発目。あ、オッケーオッケーオッケー。攻撃してる最中に攻撃したら倒せたよ。よし！いや、普通に強かったの、サメちゃん。なんかサングラスつけてんだね、サメちゃん。サメ先生。これでスリミレンゴに勝ったやんなんて思わんといて。ほな、ここは引かせてもらいます。あ。ああ飛んでった。サメも一緒に飛んでった。やったー。あ、なんか来たよ。なんか来た。あ、パンツだ、これ。よし。あれ、取れないよ。あ、いただく。よし。気高き刃って、これのことなのかな？あの、ずっとサメの歯とかだと思ってたんだけど、部品のことなんだね。でもこれで部品がようやく二つ目？手に入ったんじゃないでしょうか。なかなか、結構あの量があったな、今回。サンゴーナイス。おじいちゃん見つからんけどお宝集まってきたね。ザザッザー。応答されたし。じいちゃんからの通信だ。もしもーし。応答された。おう、一号か。部屋から出る方法を探っとったんじゃが、出口が見当たらなくての。ぬ、誰が来よる？気がついたようだね、当たり目元しで。むむ、いかにもわしは、当たり目じゃが。なんじゃ貴様は、名を名乗れ。はは、元気なおじいさんだ、いいね。私はそう。クマさん？クマさん！クマさんがもしかして黒も、え？クマさん？え？あのサーモンランのバイトの、ブラックバイトのクマさん？マジ？先生、クマさん。クマさん黒幕説ない？これ。俺さ、小ジャケと一緒にさ、これさ、一緒にさ、移動するわけじゃん。俺ら二人で。もしかしたらさ、サーモンランに近い何かがあると思ったんだよ。思ってたよ。黒幕クマさんじゃねえみたいな。つの時ちょっとふざけて言ってたんだけどさ。お、これあるぞ！クマさんマジ？マジか！わあ、ああ、ああ、ああ、ずっと撃ってる。ああ、何やってんの？何やってんのこれ。一生、一生終わらんぞ。
一生割らないよ、これ。バイバイ、こじゃけ。あ、止まった。